しくお願いします。さて今日はマイボートオーナーならば避けては通れない3年に一度の先見小型船舶検査ですね。私先日ですね、3回目の先見を受けまして、なんと過去最短10分もかからない時間で、無事定期検査合格いたしました。なのでね、先見のね、スムーズに通るコツなんかをね、この動画でシェアしていきたいと思いますんで、最後までご覧ください。はい、皆さんこんにちは。私ですね、先日これで3回目になると思うんですけど、小型船舶検査、通称船検というやつですね、これをなんと10分で、短時間で合格しました。なのでね、これから初めて船検を受ける人とか、3年に1回なんでね、もう3年の前のことなんで、何をどう準備していいか忘れちゃってっていう方はね、ぜひこの動画を最後まで見ていただいて、先見スピード合格を目指してみてください。よろしくお願いします。先見なんですけども、3年に1回やるんですけども、だいたいね、期限が切れる半年前ぐらいにこんな感じで小型船舶検査機構からですね、先見の案内が書類で届きます。でこの案内が届いたら準備を開始するというような感じになります。まあ、当日ですね、先見の流れとしては、検査官が船に来て、基本的には、大きく2つですかね、法定備品が全部ちゃんと揃っているかっていうチェックと、まあ、あとエンジンとかがね、ちゃんと動くかっていうのと、あと船検証から、違法な改造が入ってないかとかですね、そういうところを主に見ます。基本的には中間も定期もほとんど内容に差はありません。で書類が届いたらね、申請をして、あとは、検査の日取りを決めるということになるんですけれども、それまでに必ずやっとかなければならないのが、この法定備品がね、全部ちゃんと揃ってるかっていうチェックですね。これが1個でも揃ってないと検査に通らないので、必ずこれは事前に、ちゃんと船にあるか準備をしておきましょう。用意しないといけない法定備品の内容は、船の大きさとか種類によってね、違いは出てきます。まあ私の船の大きさ、21フィートのプレジャーボートで言えば、これだけの法定備品が必要になります。で、事前にですね、この法定備品が船にちゃんと揃ってるか、数がちゃんと揃ってるかというのをね、まず事前にチェックしておくというのが一番大事です。で、ここで一番要注意なのが、航海灯ですね。航海灯が仮につかなかったりしたら、まあ玉切れだったらね、すぐ治ると思うんですけど、配線とかだったら直すのに時間かかったりするんで、必ず検査前にですね、航海灯がつくかどうかをチェックしておきましょう。あとは備品はね、なければネットで買えますんで、まあ1週間もあれば揃うと思います。続いてね、これが当日検査員の方をお迎えする状況ですけども、こういう状況でお迎えするのが望ましいですね。今、かなり細かなテクニックを使ってます。航海灯をね、つけたりしてまして、ちゃんと事前に自分でチェックしてるんだなというのをね、検査官にアピールしておるところであります。はい、それではね、船検当日の準備ですけども、必ずね、船検の待ち合わせ時間よりも最低でも20分は前に自分は船に行って検査の準備をしておきましょう。具体的な準備はね、このような感じです。で、この状態で、先ほどのようにね、検査員の方をお迎えするというのが最高に望ましいと思います。で、まあ、この状態でね、検査員の方が船に上がってきますとですね、もう一目瞭然なんですよね。検査に対してこの、船長さんがどういうね、気持ちで臨んでいるかというのね、事前にもう必要な法定備品がもう数とか分かりやすく全部ここに一目で並べあって、しかも航海灯までつけていると。これを見た検査官はですね、おお、この人先見慣れてんなということでね、非常に多分第一印象がよろしいです。まあ私実際にね、この状態で、検査員をお迎えしたところ、痛くその人は感激をされておりました。そしてスムーズに10分で検査が終わったということであります。なんでやっぱね、大事なのはね、事前の準備ですね。ちゃんと事前に20分前に、船に来て、どうせ
確認される法定備品はちゃんと並べて数が分かるように準備しておくということが大事になると思います。あとはね、細かいポイントでいきますと、まあ、ここにね、必要な法定備品全部並べてあるんですけど、ちょっと細かいことを言うと、まあ、例えばこの救命胴衣ライフジャケットですね、まあ、これは桜マークが絶対ついてなきゃダメで、できたらタイプ A が一番いいですね。で、ここでちょっと皆さんよく忘れがちなのが、救命胴衣にね、船舶番号を書く場所があるんです。ここなんですけど、これを書いてないとね、言われます。船舶番号をここに書いておいてくださいねって言われますんで、これは結構見落としポイント。同じくこの浮き輪ですよね、救命浮き輪も船舶番号と係留している港を書く欄があるんで、これも書いとかないと言われちゃいます。で、当然私は全て書いていると。で、あとポイントになってくるのがこの信号公園ですね。これは期限がありますんで、必ずね、期限が失効してないものを準備しておくと。1回目はね、私これ期限が切れてましてね、ちょっと指摘をされたことがあります。あとはこの法定備品じゃないんだけど、スカッパーホールで、これを2つ、これは必ず聞かれますんで、これも準備しておいてください。まあ、法定備品はね、あとは各自自分の船の大きさに合わせたものを的確に揃えておけば大丈夫です。まあ、この船舶番号を書くところがね、忘れてる人が多いんで、これは要注意です。あと必ず聞かれるのが、店員が何人かが書いてあるシール、これは絶対見られます。あとこれですね、これも必ず見られる。さっきの救命道具を、どこに保管しているかというのと、その救命道具の使い方ですね、これは必ずこのシールは2つセットで見られますんで、必ず、なければ準備をしておくということでお願いいたします。あと見られるのはね、ロープがどこにあるかとか、エンジンが、先遣手帳と同じ馬力、同じものかとかね、その辺も見られますね。あとは燃料タンクとかバッテリーが固定されてるかとかね、そういうところも見られます。あと必ず見られるのがアンカーですね。アンカー、まあ、必ず見られるのがアンカーですね。アンカーがあって、アンカーにロープがちょっと通ってるかっていうのね、これは必ず見られます。まあ、エンジンはね、ちゃんとエンジンが使って、冷却水道、水がちゃんと出てるかというところをよくチェックされますね。あとはあまりないけど、細かい検査官だと、こうハンドルがちゃんと回るかとかね、あとはクラッチ入れた状態でエンジンがかからないかとかね、そういうところまでチェックする人もいます。まあ、ただ基本的にはね、もう最初に準備が万端であれば、あんまり細かいところは見られないというか、もうその時点で信頼をされてるっていうのがね、実態で、検査は比較的スムーズに進むんじゃないかと思います。で、まあ、ダメなパターンというかね、やっぱり事前に準備をしてない場合、まあ、例えば検査官が来て、救命胴衣浮き輪出してくださいって言われて、初めてこうキャビンの中から引っ張り出すみたいなパターンね、これは非常に時間の無駄ですしね、検査官の心象も悪くなっちゃうんで、絶対事前に並べておいた方がいいと思います。スムーズに通ります。でね、挙句の果てには物がないなんてことになっちゃうね、目も当たれませんので、先遣はとにかく事前の準備が一番大事ということで、皆さん心がけていただければと思います。あと、まあ最後に補足なんですけど、たまにね、あの先遣の様子を YouTube にアップしてる人とかいるんですけど、あれはね、やっぱスムーズに先遣を通りたいんだったらやめた方がいいですね。あの先遣の、あの検査員の気持ちになって考えればわかると思うんですけど、まあ、例えば私が検査官でですよ、検査する人に、先遣の様子を YouTube に撮ってアップしていいですかって言われたとしますよね。そしたら、まあダメとは言えないんで、いいですよとは言ってくださると思うんですけど、そうするとね、 YouTube にアップされるからにはしっかりと見なきゃいけないっていうことになっちゃうじゃないですか。もう検査官としても手を抜けない検査をしなきゃいけないんで、まあ当然通常より厳しく見られるはずです。なんで、まあそんな人は少ないと思うんですけどね、別に YouTube とかやってない人はね、あの先遣の動画を撮るのはやめといた方がスムーズに撮ると思います。補足でございました。